はいみなさんおはようございます元高校理科教員のジョボ先生です今日も朝のホームルームの時間帯になりましたみなさん元気でしょうか、えー、このチャンネルでは朝の時間帯のホームルームでは自己啓発や自事問題について主に取り上げてお話をしております夜のホームルームでは生物のことサイエンスのこと教育問題についてお話をしております、えー、ランダムランダムな気まぐれ放送ですので朝だけ夜だけ1日2回 一日何にもないとかね、あの、まあ、ランダムに放送はしておるんですけども、ぜひね、あの、コメント等いただけたら非常に嬉しいですので、レスポンスの方もぜひね、よろしくお願いいたします。えー、今日の朝のホームルームですけども、まあ、時事問題というかですね、先週、あーネットを見ていると、あるあの、気になるニュースがあったので、それをちょっと取り上げてみたいなと思います。えー、何かと言いますとですね、あの、マスクで自給層 大阪の正午男児死亡、体育授業で何が、高槻市教育委員会が経緯を調査ということで、えー、5分間持久走の時にですね、えー、体育の授業ですけども、えー、マスクをしたまま5分間持久走をして、えー、急に、えー、倒れてですね、そのまま呼吸困難になって、えー、亡くなってしまったというような、心が、ね、痛むような事件が起こったんですけども、えー、その、 まあ、マスクをですね、えー、体育の時に、まあ、つけてたということで、まあ、顎の方に、えー、マスクがずれてたみたいですけど、まあ、マスクをして、しながら自給層をしてで、ちょっと呼吸困難ですかまあ、その原因は、マスクで亡くなったご造かっていうのは、えー、まだ調査中みたいですけども、えー、まあ、マスクをつけながら授業をしてて、えー、まあ、亡くなったというような事件があったわけですけども、 で、これ2月のことなので、こうなんでこう発覚するというかね、公に出るまで3ヶ月ぐらいかかったのかっていうのは、ちょっとそこは疑問なんですけども、そういったことがありました。で、今、その、まあ、文部省、文部科学省から、まあ、ガイドラインというものが、まあ、各、ね、小中高に配布されてるわけですけども、まあ、それを見た上で、まあ、えー、高槻市、今回では大阪府の高槻市が、 えー、高槻市オリジナルのガイドラインを作って、まあ、周知徹底しているというようなが、えーまあ、全国的な自治体の流れだと思いますでその、まあ、高槻市によるとですね、まあ、体育の時とか、まあ、部活動とか、まあ、運動を伴う時はマスクは別に外してもいいよというようなガイドラインになっているんですけどもその下にですね、まあ、新型コロナの感染が怖い人不安な人は体育の授業中であってもマスクはしてもいいよ っていうような、まあ、指導方法なんですね。なのでまあ、その子供に、まあ、小学校の子供に、えー、つけるかつけないかを、まあ、自分で判断させるとまあ、いうような、まあ、指導方法になってるわけなんですね。でまあそのネットとかの,そのコメントとか見ると、そんな子供にもう自分で判断させるのか、そういうの難しいってことをね、っていうのでちょっとまあ荒れてたわけなんですけど、まあ 高槻市のまあガイドラインもあるし、まあ、それにまあ自治体の人間としては、まあ、従うというか、まあ、それ通りな指導になってしまうのは、し仕方がないことだし、まあ、難しいですよね。で、まあその、体育の授業とか、部活動では、まあ、つけなくてもいいってなってるんですけど、そのま,あまん延防止だとか、まあ、緊急事態宣言がされました。 今も発令中ですけどもある自治体によっては軽い運動とかウォーミングアップ中でもであったら、えっと、まだマスクはまだつけてくださいっていう自治体もあるので、うんそのまあ、マスクをつけながら運動する、まあ、これでどうなるか分からないですけど、まあ、つけてそのまま運動しなさいっていう風に言っている自治体もありますので、まあ、難しい問題なんですけども。 まあ自分の判断でつけるかつけないかをやりなさいっていうことで、なかなかね、やっぱり、小学校の子には、なかなか難しいですよね。だから、コロナになるのは怖いし、ここまで恐怖恐怖で、怖い怖いって、親も言ってるし、言ってた、言ってるし、テレビも言ってるし、周りも言ってるし、で、身近でもしもかかってるね、感染者の人がいたならば、やっぱり、 つけるっていう判断になりますよね体育の時でもやっぱり怖いしやっぱり息が弾むし人との接触も体育の授業だったら増えるからやっぱり心配なんてつけますよね子供だったらね、うんまあ、その時の本当に指導は難しいと思うんですけどもまあその事故の自分たちのそ,のそれぞれの判断になってしまうんですけどもなんかその自分の判断っていうか、まあ、自己責任論みたいなのが、まあ、やっぱり なんか根強いというか、なんか最近自分で判断してねとか、まあ、それ自己責任ねっていうのが、なんか多くないですかなんかそういうのがね、いきなり出てきましたね。いきなり出てきたっていうか、それがもうすごく顕著になってきたなっていう感じは、えー、するんですよ。まあ、自己責任でみたいな。でもそもそも自粛自粛で、まあ、お願いするだけですから、その、その、そのお願いされて、 自粛するのも、外に出るのも、旅行するのも、飲食店行くのも、結局はもう自分の判断でしてね、あとは責任取らんからみたいな、もう感じが受け取れなくもないんですよね。で、何やったかって言ったら、政府が何してくれたかって言ったら、ね、あの、8時に閉めますとかね、20時に飲食店閉めるとか、あとは、 20時に消灯しますとか、なかなかないっすよね。8時に電気消すって。小学校のね、修学旅行でもそんな早く電気消すことないよ。うん。で、なんかもう、この新型コロナは、非常に怖いことを表すために、通天閣赤くしますとかね、うん、大阪城を赤く、太陽の塔を赤く照らすみたいな。 もうそんなことしかやってなないいわけじゃないですかもう他にももっとやることあるやろと思うんですけど結局なんか感染するのも防ぐのもあなたたち自分でやってねっていうねこの自己責任論みたいなんがすごく根付いたなとこの1年で思うわけなんですよねだからそこでやっぱり政府が先人切ってねいや国民のために守りますから頑張りますからって言って で欲しいのにもう何してんねんみたいなね。結局なんか我々に全部任されてるわけじゃないですか？結局、その自治体高槻市のガイドラインもまあ。結局文科省はまあ一応なんか出すけど、あとは各自の判断でなんですね。運動会も感染予防を徹底して、なるべくやるようにしてください。とかね。 修学旅行も最終学年で行く計画のところはなるべく行くようにしてくださいとかね。だから結局は自治体に丸投げなんですよね。自分たちの判断で何とかしろみたいな。それがまあ回ってくるんで、もうやるしかないし、自分たちで考えるしかないんですけど、もうそれもほったらかしなんですよ。ねこれってね、どうなんかなと思いますね。政府がね、 何て言うのかなもう本当に愛情がないですよね愛がない国民のためにほんまにちゃんとして国をここからどんどん発展させていこうと思うんだったらそんな8時に閉めるとか居酒屋なのに酒出しちゃダメとかそんなこと絶対言わないですよねみんな同じ国民なんですから居酒屋で酒出さなかったら居酒屋の人は困るしで赤くむてやすこともなんかどうでもいいし ね、だからもう愛情があるんだったら全ての国民に対して守らなければいけないし今なんかすごい選別してるしなんかお酒で接待伴うところは悪やみたいなねすごい集中的にその業界をなんかやっつけるみたいな犯行でもそうでしょ別に犯なんか使ったらいいじゃないですかンコがなくなったからって言ってめっちゃ時間削減できるんですか官僚の人たちンコがなくなって今まで非をまたぐような 残業ばっかやったけど河野太郎のおかげで残業なくなって定時に帰れるわ。ハンコなくなったでってなるんですかねハンコなくなっただけでだからそこじゃないよねみたいなハンコ作ってる業界とかめちゃめちゃ怒ってるはずですよでもそれもいや、まあ、なんかい,いじめられるらしいですねハンコを作ってるその親御さんの子供が小学校でいじめられるらしいですねお前のはお前の親父はんを作ってるけどはん なくなななったたからやばいなみたいみこれもなんか自己責任論のな塊じゃないですか。よかった、俺は別に俺の親ハンコ作ってなくてみたいな,な感じでまたなんか言われるらしいですよ。で、なんか聞いた話によるとそのコロナでいじめされるからコロナってばれたらなんかみんなに言われるから熱あっても黙ってるとかそういうのも結構あるみたいですね。そこはやっぱり ねそれも自己責任論っていうか自分たちは自分の身で守るっていうのがめちゃめちゃ根付いちゃったから、うん、なんか自分で守ろうとかね思うわけじゃないですか思うのがもう染みついちゃってるみたいなある程度その自治体もそうだし周りの人間が助けたりとか助け合いで共同体が成り立ってて。 その共同体を守るために存在しているのは政府だと思うんですけど、結局一人一人になんか任せてるだけであって、うん、もう自己責任でなんとかしてくださいねっていうのは、ちょっと政府としての、なんか、存在自体が、もうなんかないというかね、いや、そこそんな冷たくしてどうすんのと思うんですよ。ねえ、もう皆さんはどう思いますかうん。そのまあ、ね授業中に、 マスクはね、あの、体育の授業ではつけなくていいって言うけど、怖い,怖い人はつけた方がいいよとか、そういうのも、自己の判断に任せるのも、まあね、なんとも言えないんですけども、ちょっとこの自己責任論っていうものが、非常に根強くて、非常に根付いてしまったので、そこはちょっと、恐れ恐れてるというかね、うん、でもそうじゃなくて、まあ、お互い助け合ってね、生きていくわけですから、 一人では生きていけないし、共同体としてあるんだから、やっぱりお互いが助け合ってね、ちょっと工夫しながら、ね、普通にマスクして、スポーツしたら、苦しいやん。うん。だからそこはちゃんとね、考えて、当たり前のことは当たり前にできるようにね、まあ、してほしいですよね。なんか空気読んでとか、まあ、最終的には自己責任でとかなっちゃうから、じゃなくて、もう助け合いをして、よく考えてね、物事よく考えて、 決めていろいろ行動していくことがいいと思いますしなんか間違えたらすぐ訂正できるような、ね、いうことをしてほしいですよね。うん、マスクは本当に効果があるかどうかっていうのもまだ分かってないしもしもないんであればやっぱりもうマスク着けなくていいですよとかね、まあ、そういった柔軟にもうご変更しながらもう自己責任はやめて共同体として、ね、みんな助け合って,きていこうという,ふうに思うわけですよね。うん なかなか難しい問題ですけども。はい。はい。これで、えー、今日の朝のホームルームの方、終わります。えー、ぜひですね、あの、このホームルームに出席したよっていう人は、いいねを教えていただけると、このホームルーム出席したということにしますので、ぜひ、えー、ききき軽気軽にですね、レスポンスの方もよろしくお願いします、えー。それでは、皆様、今日も元気にいってらっしゃい。バイバイ。